名港潮見インターチェンジは、愛知県名古屋市港区にある伊勢湾岸自動車道、伊勢湾岸道路のインターチェンジである。名古屋港潮見不当に設けられたインターチェンジである。名港トリトンと称される三大車張り橋のうち、名港中央大橋と名港東大橋の結節点に位置する。インター形式はトランペット型で、双方向式の古いインターチェンジである。 計画段階では9号地インターチェンジと仮称されていた。画像左は1982年時点の9号地、画像右は2007年時点の同地点。明港潮見 IC は企業用地に建設されることから用地取得が必要であった。このため、出光港さんが南四区へ全面移転の上、そこへインター用地を提供したりノール油出と藤木海運が移転した。 名古屋港管理組合も、井出光港山の土地を一部取得して、インター用地に当てた。画像左のインター形状は、ハーフインター構造である。画像、国土交通省、国土画像情報、企業一の転居、第26回技術報告開始領土路編、昭和52年7月、建設省中部地方建設局、79ページ、名古屋港、 洋蘭2016名古屋港管理組合。名古屋環状2号線の専用部設置が検討された1965年頃は9号地インターの計画はなく、名古屋港エリアとしては、東海 IC と近所 IC、西に区 IC が計画されるのみであった。この状況は1970年に至っても変わらなかったが、1973年度の建設省における、 名古屋港横断道路の大規模特殊調査が開始されて、以降は9号地 IC の設置が検討された。当初案は明港中央大橋と明港東大橋が吊り橋式であったことから、その間に挟まれる9号地 IC はハーフインターチェンジとされた。しかし、ハーフインターチェンジでは9号地アクセスの利便性が損なわれることから双方向アクセス化が望まれ、 さらには建設コストが高い吊り橋方式は、有料道路事業における採算性に難点があること、及び吊り橋に必要なアンカレージを支える強固な地盤が9号地にはないことが問題化した。このため、内航航路を移動の上橋町を短縮、合わせてしゃばり橋式に変更することで、9号地 IC も双方向式に転換することとした。なお、 計画時点のインターは原構造よりもシンプルで本線直下をループして臨港道路の東側に取り付く構造で豊田方面への入り口と同方面からの出口の未設置、四日市方面とはアクセス不可であった。この当初案は防災面でも問題があるとされ構造変更を後押しする要因の一つとなった。塩見府島は石油工場、モータープール、 油脂工場、火力発電所等が所在する工業地帯であり、この地にインターを設置するにあたっては、地元施設として整備することになり、建設費用については、愛知県と名古屋市が負担した。特に当該 IC は、民間企業が稼働中の場所に設置されることになった、ため、企業の移転が必要とされた。これについては国、県と立地企業四社で、交渉の結果、出光鉱山が、 名古屋港の南四区へ移転の上、その跡地に、リノール油脂、富士機海運に代替地として提供することで合意を、見ている。その後、石油貯蔵施設の移設工事に2年の歳月を要し、1990年3月に、井出光港産の土地を取得して、インター整備を行った。なお、インターの施行主体は、日本道路公団ではなく、名古屋港管理組合である。 園運用は時間帯やメンテナンスなどの事情によって変更される場合がある。ありがとうございます。